県内外の空手家が大分市で技を競い合いました。県空手道選手権大会は、空手の技術向上と地域交流を目的に毎年開かれていて、今年で7回目です。県内だけでなく、九州各県や山口や岡山から4歳から11歳の386人が参加しました。大会は相手の体に直接技を当てるフルコンタクト制で、年齢や階級に分かれて競われました。このような交流を通して子どもたちはですね、強くなればなるほど人に優しく思いやりの精神を身につけていくんですね。そこが素晴らしいことだと思います。大会は障害者福祉のチャリティーも目的の一つで、運営費の一部は障害者施設に寄付されます。